3月1日月曜日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて697円49銭高い29,663円50銭でした。先週末は1200円下げまして、今日はおよそ700円下げた分を取り戻しました。反発です。それでも3万円の節目は回復できずに終えています。トピックスは 37.99 ポイント高の 1902.48 でした。東証一部全体の 88% にあたる1931銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 10% 程度、229銘柄でありました。このところやや極端な相場付きとなっていまして、金曜日が全面安、今日は全面高、ほぼ全面高と言っていい商いでありました。そして新興市場ですね、マザーズ指数が先週末に比べ 3.36 ポイント 0.2% の上昇、日経ジャスダック平均株価が17円と90銭高 0.4% の上昇ということで、東京市場は4指数とも上昇で終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は先週の末の1200円の下げで25日線を割り込んだんですが、今日は25日線よりも上のところで終始推移しました。1200円下げた後に今日はおよそ700円の反発ということであります。さすがに今日1日で金曜日の下落分を取り返すということには至っていませんけども、それなりの反発力のあった東京市場といった格好であります。チャート形状を見ますと、先週金曜日が大陰線、大きな陰線で、その中でやや反転の目が出ているということで、今日は先週の陰線の範囲内で陽線が立っています。いわゆるハラミ足ということでありまして、一気に取り返せはしなかったけども、それなりの相場反転のサインと、そうしたチャート形状にはなっています。こうした中で主力銘柄の値動きもそれなりに落ち着いたものになっていました。例えば7203のトヨタ自動車、今日は52円高 0.6% の上昇でありました。先週売られたんですが、今日はなんとか下げ止まったと、そうした格好であります。またこのところアメリカの長期金利揺れていますけども、それ絡みで銀行株ですね、みずほフィナンシャルグループ、今日は15円高 0.9% の上昇でした。2月に入ってから一気呵成に金利が上を目指して、先週アメリカの10年債利回りが 1.6 にタッチする場面がありました。このあたりでみずほの株価も今のところ頭を打った格好です。週末やや調整が入って、今日もじわりと買われています。今日この時間は長期金利落ち着いていますけども、基本的には長期金利は上がっていく方向だろうと、そうした見方もあるようで、銀行株一旦押されるとすかさず買いが入ると、そうした状況になっていました。また個別材料ではこちらですね、スシローグローバルホールディングス、こちらは先週末の金曜日の取引終了後にお寿司屋さんの京樽、今吉野家が持っているんですが、それを吉野家から買い取ると、買収すると、そうした発表を行っています。このあたりポジティブ材料として取られたようでありまして、265円高 6.6% の上昇でした。今日の東京市場、金曜日の大きな下げが一服しまして、日経平均株価は金曜日1200円に対して今日はおよそ700円と、それなりに反発しておいています。やはり一旦押されると買われるということで、基本的には日本株については強気の見方がまだ多いようです。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。